でーす。お疲れ様です。いや、マジで掴んだデートしたらそう噛み合った。そう、見つかったね。やっぱそうだね。遅かったよ、トップになるまで遅かった。見逃し方も全然違うし、1打席目で分かったもんね、うん、5打数4安打4打点3フォアボール。いや、そりゃ警戒するわな、あの打球速度。ちょっとの角度で1、2本入ってるぐらいのね、うん、自分のポイントで自分のホームで打てると、ああいうことになる。そうなるといつでも OK って感じ、うん、いい球来てる。つくの遅い。振り込むに思ったより来てる。早めにこの2の状態、うん、いけるよって状態を作らないと、早めにトップ作って、作ろうっていうより、うん、そうなってるから確率が上がるみたいな考え方の方がいいんだ、うん、感覚的に分かればいいんじゃない、うん、足上げちゃって空中で左足悪さしてるよな、うん、不安ってこう、なんかトップの状態から行きますよっていう時間がないから、早いか遅いかなっちゃうから、つま先がピッチャー方向向いちゃってたり、一膨らみあるから遅れたり。動画とかでも見てるのさ、見た、遅いっていうか、ここでまだこの形で整ってないんだっつって、うん、だから刺されてんだとかさ、もしくは行っちゃってたり、ここで小学校3年生4年生の頃に戻るツンの形だよね、うん、足上げるとな、やっぱどんどん打法とその足上げたちょっと中間っていうか、なんかシンプルでいい気がするんだよな。今やってることなんかさ、うん、同じタイミングの取り方とかさ、一緒でしょ、うん、やっぱね、自然と知らず知らずみたいにやってた頃のこの取り方が、多分お前の中で多分一番、うん、一応打てる、合ってんだろうね、うん、っていうのが、これ見ててあれ前と一緒だなみたいな。上は今いろいろ進化してきて、うん、掴んでるでしょ、パッて出る。で、下もいろいろ試して、うん、揃ったって感じだな、うん、だ逆にこの頃のさ、うん、上をやっちゃうと多分遅れたり下行ったり、うん、確かに柔らかく使うってことがすげえ大事だけどね、うん、それで言うとね、めちゃくちゃこっちの方が柔らかいしこの頃が一番柔らかく自然に使えてる。せっかくのねスイングスピードとかねパワーもタイミングがなきゃ意味ねえからさ、参加者徐々に合っていくんだよ、うん、一発でちゃんとこう合わせられないと、うん、やっぱ迷ったら基礎だよね、うん、立ち返ればどういう時間の使い方をして見てたのか。どんどん打法の時はさ、トップの形にできてる状態でできながら見るっていうのを学べたじゃん。確率がもう全然違かったし、うん、中継でも、うん、ちゃんとこの股関節グッてなって、うん、できてれば全然飛距離とかも、うん、足上げる時と変わらないと思うし、得意なやつもいれば、うん、苦手なやつもいる、うん、まあ、でもこれで一通り試せたわけじゃん、うん、感覚の中の話だから、こうしろしろっていうのはもう違う次元だと思うな、それは、うん、自分の頭と目では捉えてる、パーンって言ってんだけど、振るべき球振ってんだよね、うん、タイミングだと思うな。軌道はね、悪くないと思うんだよね。顔も目線も動かないし、ブレないし、タイミングも合わせやすいし、まあ、いいことしかない気はするけどね。結構後ろで結構大事でしょ、自分の中で、うん、それができてるから飛距離もあんま変わんないんだよね、見てると。やっとこうやってちょっとしたとこの調整まで来たね。だいぶ固まってきたよ、うん、
今まで。そう、これがこうなって緩んでたよね。だから力抜く力抜くっていうのはあってんだけど、下も抜けてふわってなっちゃってる分見る時間ないしね。なんかハズネとさ、参加者と同じような感じ感じた。見てて上はね結構とっくに抜けてるしね、軌道も良かったからさ、なんだろうなみたいな、改善されたからこうやってもがいて悔しい思いして、で1個の仮説を破り出して、なちょっとずつ形になるっていうのは繰り返してきてはいるけども、上と下のパーツが揃ったって感じだね。ちゃんと歯車が噛み合った。下は結局幼少期と一緒だったね、タイミングの取り方もね。で形は一緒だけど全然違うでしょ、いろいろ詰まってんね、意識と技術が。で今このリトルのサイズで結構速い球を見とくっていうのは結構大事だと思うから、監督見てたけどリトルが一番速いって体感的にはそうなんじゃない、経験してることはすげえ大事だと思う、それで試行錯誤できたっていうのもね、でなおかつちょっと見つかったのが超でかいと思う、やっと自分のホームって言えるね、長かったね、こっちのタイプ。そうだね、地に行っても距離伸びるし、変化球のキレがすごくなってったりするわけだけど、原点がまた一つ深くなったんで良かったですね、チョコプラみたいな髪型して良かったね。めっちゃ打てるな。スラムダンクの沢北っぽいけど。ああ知ってる。いやーいい、めっちゃいい感じ。なんかねテンション上がってんのが分かったわ、そう見つかったかも。それが超大事なのよ、自分で考えて試して仮説立てて、試してやって試してやって、それがめっちゃ大事。生かしてバンバン打っていきます。はい、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価チャンネル登録どんどんよろしくお願いします。バイバイ。